フォルム・ロマヌム内での位置、レギアは、イタリア・ローマのフォルム・ロマヌムにある王政ローマ時代には、王の執務室、また、共和制、ローマや、帝政ローマ時代には最高人技官の皇帝であった建物のこと。ウェスタ神殿、ディウス、カエサル神殿とアントニヌスピュースとファウスティナ神殿に、囲まれた場所にあり、現在ではその基礎部分が残っているだけである。クリアと同じく、 長い古代ローマ時代に何度も建て替えられ、最も古いものは王政時代まで遡ることができる。伝説によれば、最初の建物は、第2代の大沼ポンピリウスの時代に王宮として建てられたそうである。この時同時に、ウェスタ神殿、巫女たちの家なども建てられ、国の政治、宗教の中枢地区、ホルムロマヌムを形成した。共和制ローマ時代には最高人技官の皇帝となり、 ガイウス・ユリウス・カイサルも、この皇帝の首都なり国を統治した。また、レギアは、新官団の公文書館の役割も果たしており、祈祷や犠牲など宗教儀式に関する文書や、聖なる日を定める小読み、告示記録、結婚や死去、相続に関する記録文書などが保管されていた。紀元前390年、前148年、前36年に、 火災等により消失し再建されている。カエサル没後8年の三36年の消失時には、アウグストゥスの側近であったグナエウス・ドミティウス、カルイヌスにより再建された。現在見られる遺跡は、幾度もの消失や倒壊を経て、当初とは別の位置に建て替えられたもので、変則的な形の中庭を持つ建物で、業界岩で舗装され木造屋根のポルティコを持った建物であった。 この建物は7世紀から8世紀頃に一般住居に改築されていたと考えられている。ありがとうございます。